スイッチ X99 バンしとこうかな。舐めてんだろその SA3 は。ニュートラルの方が前を見れるんだよね。井戸川探偵さん。私に勝ちました。こっちで帰れるっけ？お疲れ様です。わかんないよ。ぶっさ。1試合目よろしくな。よろしく。いやーね。やばいよね。そうなんだよね。いや俺はもう2人とも応援するわ。いやそうしてそうしてそうして。いや高木も結構頑張んないといけないところだよな。そうだよね。あれ初戦9-3でその次セロスさんなんですよ。うわあ。まあセロスさんか誰かが来るって感じだな。わかんないけどね。そう俺とプッさんもタイジさんかザクレさんが来るって感じだから。ってかそこ超きついな。そうだから。勝っても負けてもだよね。そう勝っても負けても。だからアリケンとかマジきついよな。いやわかんない。いやそのキャラによる。ラシードで来られたらガチきつい。ああもうその時はな。ああ。でもエドで来てでもエド。てかマジさアリケン直談判しない？もうやめてくださいってメインキャラクター。いやいやお前それはダサい。それで優勝しても嬉しくねえだろ高木。もう気まずいだろ高木。いや俺はタイジさん JP で来てくれた方が嬉しいんだよね俺的に。あ慣れてるから。そうそうそう。ザクレやっぱ強いやろうからなさすがに。やってるんですかね。ね5の時はやってて。6もやってるらしいよちゃんと。フル台まで行って6も結構やってると思う。うわよかった俺マジで反対にいて。どういうこと？ああそういうこと。いやでもいやでもお前も2回戦目セロスさんと当たる可能性マジ。いやゼロストも出るよね。ゼロストのお題が名前が1回も出てないけどゼロストセロスさんだね。2試合目は。いやでも Q3 もモダンだからワンチャンしばかれる可能性あるぞ。いや結構ね対策するタイプだからね Q3 は。Q3 俺今日いないのは絶対それやと思ってるからね。あなるほどね。いや Q さんは結構その辺シビアに考えてるイメージがやっぱあるの。割とガチで来るイメージがやっぱあるから。競技者、おー強い。そう競技者やから。いや俺はもうパワーで押し潰しますよパワーで。いやなんかもう俺の正義で。いや多分ね高木のリプレイとか配信全部見て多分セットプレイ全部してると思うんだよ Q さん。確かにやってくるだろうね。スイッチX99 バンしとこうかな。見れない。いやでもリプレイって機能あるから。ストリートファイターに。リプレイできる。おおやる。ハザンいっちゃおうかなハザンいっちゃおうかなポン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 。うわいい投げだ。いい投げ。よしここでまず1本先制でリーチかけたのはアボ選手。しかし後ろから追い込んでいくのはこのブルルそしてアボ選手ここで破産打っていくインパクトを受けて飛んで足をもっと投げ到達。まずい投げ抜けするプルル選手。それに対して俺は低空破産でリターンを取っていく。うわでけえ。華麗なるガードそして風波を食べていく。これ飛んでこれでよくできるよな2人とも。コンボミスってこれで投げ抜けを狙っていく。あそこドリームコンボだろ。まずいドリームコンボ。いや今の Q 敗退にドリームコンボいってほしかったわ。でも Q はもう捨てたんです。リーサルやったからうれーどっこいしょー。おいこれそうなんですよ。なめてんだろその SA3 は。まあ試したんだよプルルできるかどうかさ。できると思うからね。コパコパ。どうしたプルル？あれ？何？ニュートラル？ニュートラル？うわ！プルニュートラル。やべえ。おい回線落ちてる。俺も今なんかトラブルかと思ったわ。作戦勝ちだ。置き攻めを捨てて死んだふり。そう。プルルはなぜニュートラルにするのですかと言われるんだけど。ニュートラルの方が前を見れるんだよね。なるほど。だからニュートラルにしてる。そっから空戦か。やる。考えてんだな。やばいでもバーンがバーンが。嘘。ペイ。その結果バーンだ。あれだ。いやそんなことないな。惜しい。おぼりばきだったらもうね言われたい放題だな。なかなかうまくなっとるやないかいプルール。いやエドありがたい。これプッサンと俺あ、確かにそっか。大会。多分ね、マジ参考にならん。いや、でも、なんかその。あるからね。いや、いけますよ。ちょっとやってみるわ。だって、ハイタニ先生の上って4人しかいないんですよね。4位、3位、2位、1位。エモではね。ですよね。全然いけますよ、絶対。どうする？プッサン、プッサンから行く？ちょっとお願いします。いけ、プッサン。これは。いや、っていうか、もう0時出る人は多分エド全員やっとかないとレベルで多分。可能性あるからな。エドってかランクでもめっちゃ多いからね。今多いよね、かなり。マジで多い。うん。みんなお試しで使ってるから。思ってる以上にリーチ長いのかな。なんか剣の大パンよりも強いんでしょ、エドの大パンって。あ、そうなんだ。あ、長いよね。差し返しがむずすぎる。差し返しできないよね、基本的にね。できないですよね。うん。そう、ラッシュをさ、そのシュッとかで止められるのマジ。あ、わかる。ムカつけよな。何のゲージだったんってなる。シュッ。でもかっこいいエド。あ、うわー。あれ何？パリしときゃいいのか。パリは結構有効だね。あとインパクト。あ、インパクトか。インパクトね、いけるよこれ。こうインパクト刺さる技多いか。インパクトと飛びが結構エドはきついね。うまっマジ対空うまいな。プッサンの対空は本当にプッサンより対空うまい人見たことないレベルでうまい。嬉しい。お、やばい、どうしよう、エド使いたくなってきた俺も。お、ちょっとおー、いいインパクト出なかった。でも1850にいってる、すげえ。おお、うわ、インパクト本当だね。丸高っ。あ、まずそれすごい。てかさ、高木、俺調べてみたらさ、最高今ある1750だったわ。やってる。うん。あ、そうなんだ。1800いったことない俺。でもお前やったら絶対いけるよ。いや、でもどうなんだろうね。まあそろそろちょっとね、アリケンの限界値も見たいけどね。アリケンは絶対レジェンド級でしょ。じゃあ。レジェンド。辛そう。いや、でもストレスやばいだろうね。うん。てか達成感もすごいだろうけど。強いんだけど、プルル。え？プルル強いんだけど。ちょっと待って、なんか、プルル強いわ。なんか武装覚醒しない？ねえ。攻めがきついんだけど、プルル。うれしい。もう打たされたみたいなぶっぱしてたけど、最後。じゃあ呼びかってくるんやけど。ずっと走るようなプッサン。ずっと追い込んでる。それ絶対マジで逃げれないんやけど。いや、待って、これひどすぎる。あれ、インパクトかける、これ、インパクトかける、これ。リジェクトのね、こう後輩の弟子だからって。本当だよ。ちょ、呼びがちがえぐい。なに。また HP 有利じゃん、プルル。ちょっと4位、3位、2位、1位以外に負けないでくださいよ。プルルが4位なのか、これ。可能性出てきた。あ、でも、いや、いいガード。あ、一旦ね。あら。安い。あー、危ない。食べたいピーか。うわ。いや、それジャスパ取ったらちなみにマジでかっこいい。なんか体硬直しちゃうわ、ためられると。で、打ち毒なんだ。ガードさせて有利だね、江戸川が。え、そうなんすか。うん。江戸川。江戸川ね。江戸川。探偵さん。しゃべんな、プルル。あ、やばい、でも逆に聞いた。うわー、打ってきた。おお、中足。踏み込み中足。これもうプルルリーチだよ。勝てるよこれ。結構前捨てをうまく使うな、プルルは。じゃあもう体育出すぎ。プルルこれレイジ大丈夫やな、俺ら江戸来ても。マジできつい。1900、1850のエドに勝てたらまあ余裕だよな、確かに。ガチでプッサン、マジかよ。これかっこいいやつ。ファイトクラブ。これが CA の時のやつ好きなんだよな。ベーゴマみたいなやつ。また変わんだ。そう。あ、出た。これが強いんだよな、マジで。あそこで2着なんだ。最高柔道。何それ、かっこよ。あるよ。バーンとさせたい。あ、でもゲージかない。やばい、走ってくる。うまい。おった。やばい。お、中足1回当たったら終わるぞ。あっ、ガードしてる。お、コットンなんでガードしてんのコットン。あれ私に勝ちましたガードし、うまっ2-0なんだけど。なんか全部呼びかってくる。2-0なんだけど。ちょっと調べてくる。これどっちがプルルが強いのかハイタニ先生が弱いのかちょっと調べてくる。ちょっと呼ばれてるわ俺。何の2-0。ありがとうございます。マジ呼ばれてる。